はい、皆さんこんにちは、のべです。トロピコ6やっていきますよ。いしょ。さあ、今回も引き続きミッショントロピコランドをやっていきます。前回かなり観光施設を増やしたから観光客相当増えてるんじゃないかと思います。なのでこの調子でミッションクリア目指していきます。よし、やっていきます。我々の資金はいい仕事をしています。この株の取引権を貯め込んで競売を全て中止させました。じゃあ TAO インデックスポイントプラス5で85ポイントか。あと80ポイントめっちゃかかるな、このクエスト。じゃあアクアパークを作ろう。アクアパークはこれだ。じゃあ、はい、この設計図を解除してアクアパーク建てます。アクアパークはじゃあこの辺でも建てておこうか。じゃあ建てます。はい、いいね。なんか空港のあたりがめちゃめちゃ人多くなってきたような気がする。あー、なに何ですってハングライダーを持つ。ハングライダーはこっちじゃないのか。あ、これだ。設計図は2000ドルで、ハングライダーはそうやな、この辺とかな。この辺にしようか。はい、ハンググライダーです。よし、ハンググライダーテーマパークでスリルを楽しんでいる客が有事の際は早期警戒システムに早変わり、一石二鳥ですね。やばい、なんか怖いな怖いこと言ってるぞこの人。TAO インデックスポイントプラス5で、こっちのキャビン村入ってるね。で、モーテルもしっかり入ってる。ウェット&ファーリー水上コースターは大成功です。手に入れた。安全検査官に送る賄賂も見積もりの半額で済みました。やりましたね賄賂送ってるやないか。TAO インデックスポイントプラス5で、あと70ポイントか。さあ、どんどんミッション送れ。で、人がいないって入ってる。行ってるよ、誰か入れて。で、こっちも人がおらんって言っとるよ。この辺りの島々で航海に適した船舶を数えたところ、どうにも数が合いません。そこで私は考えました。スケールの大きな話ですよ。ヨットクラブを持ってるか。ヨットクラブ。ヨットクラブはこれか。設計図は5900で、建てるのは11800。めっちゃかかるじゃん。めっちゃ金いるじゃん。じゃあこの辺にヨットクラブを置きましょうか。はい、でもっとこの観光客用の施設置いてった方がいいかもしれないな。ホテル、この辺にホテル1個あったよね。じゃあこの近くにホテル置けませんかね。置けないっぽいですね。置けないっぽいです。じゃあこの辺にじゃあホテル置いてきましょう。ここでいいかな。はいよ。じゃあ次は融和政策を発令しましょうか。融和政策、保守派の支持率が15減少か。反体制派は丘の上で眠ったり石のスープを食べたりするのに飽きてきています。許しこれを寝返ったゲリラが2人か。いいねいいね。よしよしよし。あなたは地球の友です、プレジデント。で、環境保護論者ご支援のお返しにが褒めてくれてる。じゃがいもをどうぞ。ほら、まだ土がついてますよ。じゃがいもありがとう。じゃあ指示を5ポイント。指示を5ポイント。はい、 OK。 で、逆に支持率が下がっちゃってんな多分保守派の人が離れちゃったんだな。じゃあ一つ以上の空港にローカル活気を追加したかったんだけどできないから、研究で空港のワークモード研究で、これでワークモードが選択できる。これだね。はい、どうぞ。で、大富豪の観光客を迎える。 OK。 で、いいね、ちゃんと人入ってるわ。そしてじゃあもう一個ホテル置こうか。ホテルホテル、次な。めっちゃ観光客来てるね、嬉しい。じゃあもう一個置きます。はい、そして船輸出完了で、めっちゃ金入ったな。金はあるんだけどな、なかなかクエストが進まんの。で、 TAO インデックスがあとどんぐらいいるんだ。で、観光客めっちゃ来たんじゃない。もうホテルがめっちゃ埋まってる。
嬉しいね、嬉しい悲鳴だこれは。じゃあもっとホテル追加しよう。ホテルホテルで、ちょっと道があれなんだよな。じゃあこうしようか。はい、救命ボートステーションができました。よし、オッケー。ヨット用だと思われていますが、我々の秘密が隠されているのです。どうぞご覧ください。もうさっきからね、資本主義者さんの言ってることね、よくわかんないですよ。じゃあインデックスポイント、まあインデックスポイントくれるから嬉しいんだけどね。さあどんどんミッションくれ、資本主義者の方。じゃあ攻撃もどんどんやっていこう。あとはそうだな、じゃあ葉巻、葉巻いいね。じゃあ1100ぐらい、はい。で宝石か、宝石もじゃあ7500ぐらいで、自動攻撃ライセンスは、まあいい、大丈夫、金はめっちゃある、ありがたいことです。じゃあアルミニウムをちょっと輸入しましょうか。じゃあ8000ぐらい、はい、オッケー。市民が選挙を要求しています。これはまずいよ。支持率全然ないわ。自分たちが支配される体制を選びたいと、なんて身勝手な。今は時期が悪い、ごめん。テーマパークで怪我人が出た時、矢面に立たされるのは一番金を持ってる人間です。まあしょうがないかもね、それは。で、ゴルフコースを持つ。ゴルフコースか、ゴルフコースはあった。設計図3000で12000ドル。そうね、じゃあそうね、この辺に持ちましょうか。はいよ。さあ次はバスか、バス車庫。じゃあ2つほど置きましょう。じゃあこの辺に置こうか。はい、でもう1個置きましょう、バス車庫。はいよ、はい。でこの辺か、ゴルフコースの資産価値を高めるものはありません。はいはい、何せホワイトゴールドですから。あ、差別的な意味はありませんよ、別に。よし、で TAO インデックスポイントプラス5。あと61か、結構かかりますね、本当に。新しい遺伝子組み換え穀物が大ヒット。そうだな、農民たちは来年の種を買うのに困らないと。じゃあここを近代化して、お喜びしているそうです。自動鉱山にする、そういうのもありだよね。やってみよう。はい、 OK。 じゃあここも自動鉱山にしよう。はい、まあ金はあるからな。で、効率が 10% アップするから。あー、で、お宝探しにいざ出航。じゃあ引き続きランドパー、ランドマーク強奪頑張って。海は退屈と無縁ですな。船食い虫が船にあの穴を開けた日なんて、万歳を戦略届けろだと。もう特にもうしょうがないな。じゃあ攻撃万歳どうですか、輸出輸入。あーっとね、秘密業者か、ダメだね、やめとこう。これ以上 EU との関係を悪化させるのはまずい。そうね、そうね、 EU さんとどうすれば仲良くなれるかな。大使館とか置くしかないかな。そういえば大使館って置いてなかったっけ。あー、でまた電力足りないって言ってる。そういえばこの辺に大使館作ってたよね。あ、やっぱり大使館は作ってるんだ。じゃあ、EU、 はい、EU の大使館にしよう。でも何も選べない。関係が40だからか。あと10ポイントあればあれなんだよね、この賞賛ができるから関係を改善させることができる。あと10ポイントか。じゃあお次は太陽光発電やってみようか。はい、金がめっちゃあるから。あ、でけえ。めちゃめちゃでけ。じゃあこの辺に置いてみましょう。はい、太陽光発電置くよ。はい、でお次はロープウェイか。ロープウェイ、はい、ロープウェイは一応こことここに1個あるから、もう1個はじゃあここと、ここを結ぼう。これなら文句あるまい。でシステムの回転ができない。まあいいか。これだけのバスがあれば、よーし、オッケー。トロピコランドは非常にエコですね、プレジデンテ。キュートなリスを救っても悪いことはないはずですよ。
そうか、リスの話してたな。TAO インデックスポイントプラス5。 OK、 プレジデンテ、はい、リスの個体数を増やすべくパタゴニア製リス繁殖キットを注文しました。やりすぎでしょうか。あのね、このあなたね、本当ね、言葉に重みがないんですよ。なんか頼みましたよね、私。なんか頼みましたね。なんかジューサリーをボスとアップグレードナットクラッカーを全てのジューサリーのシステムに加える。なんじゃそりゃ。ジューサリーは確かこの辺にあったな。ジューサリー、ジューサリー。おはようございます。カジノを持つ、了解。早速ですが提案させてください。はい、リスがテーマのリゾート。その名もナッツカジノ計画です。もはや私たちリス推しになったんだね。わかりました。じゃあカジノを持つ、了解。カジノ、はい、カジノはどこだ。あった、これだ。設計座2万3000円で、じゃあこっちに置こうか。いいね、いいね。さあ、じゃあここにカジノ置きましょうか。じゃあ置きます。はい、はい、よし。そして何だっけ、ジューサリー、ジューサリーはこれだね。はい、ジューサリーはどこに置いてあったっけ。ここだね、ジューサリー。じゃあジューサリー置きましょうか。ジューサリーはこうだね。はい、じゃあここに置きます。はい、で道もつなげて、はい、こうすれば、はい、OK で、こうして、はい、で、こうすれば OK だね。さあ、ジューサリーを作って、なんだって、アップグレードだよね。なんとかなんとかアップグレード、なんでしたっけ。ナッツクラッカーか、ナッツクラッカー、あー、あるね。じゃあこれ、はい、じゃあここにもナッツクラッカーをアップグレードすれば、はい、OK。ナッツクラッカー計画は非常に順調です、プレジデンテ。あ、よかった、完璧な解決策も用意してあります。ですがウランが必要なんです。ウランなの。いいですね。ウランが必要なの。まあ一応ウラン今、採掘してるから、まあ大丈夫でしょう。これも、はい、簡単にできそう。で、あと55ポイントめっちゃかかるね。数学は宇宙の秘密の言語ですよね。そんでもって大数学は現実を数字で描き出したものですよね。次はグルメレストランか。わかった、グルメレストランね。わかった。で、グルメレストランは、なんでしょうね、グルメレストランって。じゃあ、はいはい。うわ、1万6000円もするじゃん、すげえ。やばい。じゃあ、そうだな、じゃあこの辺にグルメレストランを建てましょう。すげえな、めっちゃ金使ったな。あと富豪の観光客を迎えないといけない。で、太陽光発電はこれ電力450か。もう一気にこの風力タービンいらなくなったかもしれない。さあ、そしてあとは労働政策を早期退職、退職にする。労働政策、これか。そう、じゃあ、どう、はい、お聞きになりましたか。おし、オッケー。ウランです、プレジデンテ。そんな恐ろしいものが埋まっているのですか、このテーマパークに。危険廃棄物アップグレードを持つウランを一つ以上持つ。罪深いほどに強い信念で行動するのです、プレジデンテ。それでこそトロピコ人ですよ、うん、かつての偉大な指導者たちも皆有罪判決を受けていますしね。ちょっと保守主義者の支持が少ないからね。じゃあプラス5で、あと計算によれば、はいはい、このナプキンに走り書きした尺度の10分の8。あなたは進歩しました。ありがとうございます。褒められたのかな。で、自動鉱山じゃダメだよな、多分。しまった、えらいもん OK してもうた。ちなみに TAO ポイントはたまるな。鉱山か。ちなみにウランは他に取れんもんな。あー、取れる取れる。あー、そこにあった、まさか。ありました。ここ、はい、じゃあ道もつなげて、はいはい、こうして、で、こうすれば OK。
で、クイックビルドで、で、これをアップグレード、これだよね。あーで、邪魔をしない邪魔をしない。はい、これアップグレードすれば放射能を放つ死の廃棄物が処理されて一安心です、プレジデンテ。ところで、海沿いに浮かんでいる黄色いドラム缶、あれは何ですか？君は知らない方がいい。TAO インデックスポイントプラス5で、あと残り549で、74,000ドルある、めっちゃ金はある。ただ支持率が 3%。 そうね、そうね。えいや、こらせー、お宝探しにいざ出航。じゃあランドマーク早く持ってきてくれね。じゃあ次は、そうだな、大使館置いとこうか。大使館はこれだ。で、じゃあこの辺に置いておきましょうかね、次は。ほい、ナッツクラッカー計画完了です、プレジデンテ。ウラン届いたね。お人形さんで遺伝子操作ごっこをしていた6歳の頃からこの日を夢見ていました。はい、 TAO インデックスポイント10、あと39か、だいぶ進んだ。あとどんぐらい、あと富豪の観光客を迎えないといけないから、結構難しいの。ああ、プレジデンテ、はい、パタゴニア製リス繁殖キットを注文したらパタゴニア製リス残酷キットが届きました。こらー、入力ミスですね。バカたれ。例によってこの私めが一肌に脱ぎましたぞ、はいはい、プレジデンテ。夜通し B 級映画を見まくって解決策を探したのです。まあまず役に立たないでしょうが。クエスト進んだね。古代遺跡を持つと古代遺跡にバナナを届ける。あ、なんか急に進んだ。早い、よかった。さあ、 TAO インデックスポイントはもう溜まってたみたいだね。で、次のタスクはこちら、古代遺跡を持つと古代遺跡にバナナを届ける。了解。古代遺跡はどれだ。この中にある、あった、これだ。古代遺跡は設計図は625ドルでアンロック。ああ、安い。で、2500ドル、そうだな。ん、なんだ、なんかいつもの感じと違う。古代遺跡はどうやって、これはどうやって置くんだ。ここに置けってこと、はめろってこと。で、で、こうすればいいのか、そういうことだよね。こうして、で、次はバナナを1000個届ける。バナナ、バナナ。じゃあこうして、はい、これで道はつながった。じゃあ次はバナナ置いていきましょうか。バナナはどの辺で取れる、もう適当なとこまでいいんですけどね。じゃあこの辺とかどうですか。この辺とか、じゃあこの辺に置きます。はい、で、クイックビルドで、はい、これでバナナ農園立ちました。さあ、すぐバナナを持ってきてください。じゃあとりあえず EU との関係も仲良くやっていきましょうか。じゃあ賞賛で、これで関係が10ポイント改善された。で、お次は、そうね、そうね。で、今石油を作ってるから、製薬会社、石油を加工して医薬品を製造する。うん、これじゃあ作りましょうか。はい。で、これ1個2万8000ドルする。で、設計図も1万4000円ぐらいしたからな。じゃあここ、はい、さあどんどん石油を作って、なんだったらもう1個石油作る。あー、で、金がめっちゃ入った。いいね、いいね。じゃあ油性をもう1個作ろう。じゃあこうしましょうか。はい。で、はい。じゃあ次は超高層ホテル、これ建てましょうか。超高層ホテル、あー、なんか本当にホテルっぽい。超高層ホテルは、この辺かな。ほい。あ、うー、トロピコに戻れるとは、これはまさか思いませんでしたぞ。ランドマーク持ってきた。よし、出がした出がした。
じゃあランドマークもう一個作りましょう。サマルカンドのレギスタン、広場、これはそうだな。じゃあこっち側持っていきましょうか。うわ置く場所ねえな。置く場所がない。どうしような。じゃあこの辺とかに置いてみようか。観光客は喜んでくれるだろうか。ここお、いいところがある。はい、じゃあ置きます。はいはい、で足りないものがポコンと、よし。でこれで観光客がもっと入るはず。おー、いいねいいね、めちゃめちゃ人が入ってる。さあこれでもっと観光業が儲かるぞ。で超高層ホテルができましたよ。さあちゃんと超高層ホテルに人入りましたね。オッケーオッケー、ちゃんと家賃収入も入ってるね、素晴らしい。で今アパートを建てましょうかね。ちょっとねこの辺バラックが多いな。プレジデンテ、はいはい、またか。北極熊の子供に残された時間はあとわずかです。農園を近代化させる。もう喧嘩すんな。喧嘩すんな。で中東大使館に招く、これやってなかったら。なんかせかされてる。大使館、大使館はねこれだね。そうだな、こっちに1個置いてあるね。中東、ああ置けないか。なんとこれクエスト、うん、進んだ。小賢しい知恵でプレジデンテの揺るぎなき知性に挑もうなど。古代遺跡と完全に隔絶してリスを罠にかける。どういうことっすかね。道路を壊せってことかな。やってみようか。はい、はいはい、これでそういうことじゃない。一回立つ。プレジデンテ、もうちょっと読んでみよう。あなたの才能は中東を大使館に招く、これやらないとね。どれどれどれ。これか。古代エジプトを完全に隔離するんだよね。今隔離してる。集団が公共施設を破壊したというニュースが入ってまいりました。これでいい。だが心配です。よし、オッケー。島は孤立しました、うん、プレジデンテ。リスどもは身動き取れません。あのケムクジャラの顔ときたらたまりませんな。あ、そうか、リスがリスがなんかいろいろあったのね。いろいろあったのね。はい、オッケー。さあこれで、はい。私は一体何を作り出してしまったの。プレジデンテ、突然変異で巨大化したラマが肉食リスの群れを根絶やしにするなんてありえないものを見てしまいました。何やってるの。もう全然わかんないんだけど、ラマ作ったりリス作ったりさ。島は孤立しました、プレジデンテ、うん、リスどもは身動き取れません。あのケムクジャラの顔ときたらたまりませんな。次のミッションは、さまざまな娯楽施設を持つ、楽しみに関する幸福度を平均値以上にする、同時に観光客を接触する。わかった。でこれでミッションクリアできるんだ。了解。じゃあどんどん物を置いていきましょう。まずこの橋を直さないと。はいはい、まず橋を直して、で道もつなげて、で楽しみに関する幸福度を上げるんだね。了解。じゃあお次はこっちには、そうだね、サーカスでも置いてみようか。はい、じゃあサーカス置きます。この辺はあれだね、貧困層の人たちが多分多いと思うから、じゃあこっちにも置いてみよう。じゃあこっちにはファーストフード店とか、キャバレー置いてみようか。オペラハウスは、まあ、落ち着きなさい私。じゃあカクテルバー置いてみよう。さあみんな利用してってくれ。はい。さあ今現在楽しみに関する広告とかあと10ポイントか。とりあえずこの辺はじゃあどうすればいいかの。とりあえずパワーアップさせまくるしかないな。じゃあゴルフコースは、じゃあサービスの質を向上させる。はい、アップグレードを施そう。でどうかな。でハングライダーはサービスの質は5向上。はい、じゃあこれやります。はい、どう。でこっちはどうかな。アクアパーク、
そうだね。じゃあとりあえずこの飲料水製造装置とあと高圧水噴射、はい。で今現在楽しみに関する幸福度が62ポイントになった。頑張ろう。もうとりあえず何でも置いていこう。次はシュノーケルベイ。シュノーケルベイってなんだ。あーこの辺ってこと。この辺に置くの。7のシュノーケルベイってとりあえずなんか潜水するみたいな感じかな。スキューバーポイントみたいな感じ。シュノーケルベイ。じゃあとりあえず予算は全部振って、で労働者は足りてるかな。であと楽しみの幸福度は4ポイント。頑張ってくれ4ポイント。あー65ポイント下がっちゃった。とりあえず部屋数の多いものをどんどん置いていきましょうか。エコノミーホテルいいんじゃない。エコノミーホテルはじゃあこっちの方に置いていきましょう。こんな感じかな。じゃあもう一個置きましょうか。エコノミーホテル、はいはい。じゃあ置いていきます。で楽しみに関する幸福度は今67か。あと3ポイント。じゃあでは次は高層ホテル、超高層ホテルをもう一個作りましょう。はい。じゃあもう一個超高層ホテルはこれだ。さあガンガン観光客を迎えていかないといけない。で楽しみに関する幸福度が68ポイント、69ポイント、で70ポイントいったね。 OK。 じゃあ次は観光客をあと150人迎えればいいわけだ。でもっと観光客の受け入れ先を作らないといけないね。なんだったらもう一個空港を作る、それか観光客を受け入れるための観光港とか。じゃあもう一個増やそうか。はいよ。さあどんどん増やすぞ。プレジデンテやりましたな。おーショッケー。トピコランドが POT ランキングでトップを獲得しましたぞ。やったー。ちなみに POT とはペナルティーもの大きな瞳で判断したテーマパークの略です。わー超くだらねー。あー POT もあのねトップをいったんだね。よかった、ミッションクリアです。タオインデックスのトップにはなれませんでしたが、映画化の権利を売却して儲かりました。死亡訴訟の賠償金を支払ってもお釣りが来る額です。あ TAO インデックスポイントではトップ取れなかったんだ。いや長かったな。この件に何か教訓があるとすれば、科学への理解を深めようなんてことじゃありません。どんなイカれたアイデアだろうとまず研究し、結果は後から心配すればいいということです。そう思いませんか。そうだな本当に。いやでも結構ねすんなり今回ミッションクリアできましたね。よかったよかった。やりましたなプレジデンテ。やりましたね。勝利は我々の、あいえあなたのものです。さあトロフィーを獲得しました。科学万歳、うん、万歳。はい、じゃあメニューに戻りましょう。さあ今回はここまでにしましょうか。また次のミッション頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ベイでした。シャロー。